はい、というわけで本日はロンロンカップ2019サマーの模様をお届けしております。それではですね、私本日司会実況を務めます江里川舞子です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。はい、大場三四郎です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは早速本日の対局について説明動画を、ご覧いただきたいんですが、これからご覧いただく説明動画についてですね、ちょっとお話しさせてください。これは第三者が指示をして作ったものではなく、ディレクターが作っておいてと大場さんに丸投げをして、内容などについては一切打ち合わせをせずに作られたものです。つまりこれは大場三四郎プロによる大場三四郎のための自分で考えて一人で作ったものであるということを承知の上で、皆さんそれではご覧ください。毎回言うんですね。言います。ロンロンカップシステム説明。 A 卓、 B 卓、 C 卓、各卓1ハンチャンを行います。各卓1位の方は決勝戦へ進みます。各卓2位の方は準決勝へ進みます。各卓3位の方は投票戦へ進みます。投票戦1位の方は準決勝へ進みます。準決勝1位の方は決勝戦へ進みます。決勝戦で1位になった方が優勝です。はい、というわけで動画をご覧いただきました。なんか私1回目と見た動画とちょっと違うかもって思ったんですけど。あ、本当ですか、気づきました、はい、気づかなければよかったです。はい、はい、ということで、はい、簡略、まあ軽く、まあ今ので分かりましたかね、十分。まあ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 、はい、ちょっとだけ説明してもらっていいですかね、はい、ロンロンについて。はい、ということで、まあ、ロンロンカップというのはユーザーさんが、まあ、ここに3名の方が来ると、はい、毎回、はい、そして、その予選が本日行われておりますということですね。はい、はい、で本日からまあ1週間あります。それが3回あって3名のユーザーの方が次回行われる2019年のロンロンカップのオータムに参加できるというイベントですね。日本プロ麻雀連盟の公式オンライン麻雀サイトロンロン内で行われる予選を勝ち抜いて、まあ、ここで戦えるかもしれないと。はい、そういうことです。なるほど、はい、はい、というわけで、はい、はい、じゃあ早速ですね、いきますか。はい、では B 卓の選手を紹介していきたいと思います。予選 B 卓です。マムシこと沢崎誠プロです。よろしくお願いします。あ、バッチリです。はい、それでは沢崎プロ、はい、さあ今日はですね、相手がなんとプロ雀士だけでなく、はい、ロンロンユーザーの代表の方もいらっしゃるということで、はい、まあ、いつも通り容赦なくその毒がに、ね、いつも通りね、はい、みんなやっつけます。みんなやっつけます。はい、いつもはロンロンはどうですか、どういう時間帯にプレーされてるんですか。ね、昼はあんまりやらないですね、やっぱり夜が多くて、あとは朝起きた時ですね。朝起きた時、早朝もやるんですね、はい、そうですね、あんまり早く起きてね、6時とか7時とかそういう時間もたまにやります。はい、じゃあ今日は今日の意気込みの方を一言お願いします。やっぱりあの決勝力目指して、はい、とりあえず楽をしたいので1位で通過したやつね。1位、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてお二人目です。はい、アメリカンドリーマー友竹正春プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、ちょ、友竹さんといえば、はい、カンペが怖いんですけど、怖いよね。声がやたらと大きいということと、はい、常にハイテンションということで、はい、これは偏った食生活が原因なんでしょうかと。僕別にハイテンションなわけじゃなくて、もともと地声が大きいんで常にこうなんですけども、はい、まあ、テンション低いっていうよりは高いんですけど、偏った食生活って言われてもそんな偏ってるかな。どうなんでしょう、今日完璧バランスいいと思うんだけどな。本当ですか。はい、はい、今日は一般ユーザーさん、はい、お二人と対局ということで意気込みの方お願いします。そうですね、あのスピッツさんとは久しぶりに対局するってことで、そうなんですね、はい、リアルで昔ですけどやったことがありますんでね、楽しみっていうか、まあ、決勝残れるよう頑張りたいと思います。はい、それでは頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは3人目です。ユーザー代表スピッツさんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、スピッツさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今聞いたら打ったことが、はい、そうですね、友達さんとあるということで、はい、一緒に打たせていただきました。そうだったんですね。はい、そしてさらにスピッツさん、なんと黒沢さんのファンということで今日ちょっと残念ながら、そうですね、違う番組の方で出てますけれども、はい、巨匠お二人が対局なんですけれども、はい、さあどうですか今日の意気込みの方は。もう沢崎さんにはあの毎月あのマムシリーグというのでお世話になってますので。あ、なんと結構じゃあ、はい、よく打たれるというか、まあ、一緒に打つことはないんですけども、あ、まあ、月1回はお会いしていろいろご指導いただいてますので、うんうんうん、はい、今日はそんなに緊張することなく打てそうな気がするんですけれども、はい、この今この瞬間が一番緊張してますインタビューがですね、はいまあ、でもいつも打たれた、あ、いつも見かけてる沢崎さん、そして前にも打ったことがある友武さんと2人ということで、はい、自分らしさは出せそうですか。そうですね、はい、はい、出てると思います。それでは対局頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それでは最後お一人はこちらの方、ユーザー代表の王竜王しげさんです。交流王、失礼しました、交流王しげさんです。よろしくお願いします。さあ、交流王しげさん、お名前がちょっとかっこいいんですけれども、ちなみにこの由来は、どこから来てるのか。そうですね、やっぱり麻雀ファイトクラブの交流から来て、あ、ね、まあ、一番ちょっと強そうな名前を自分で探してて、うんうん、それで一応頭には交流をつけようということで、その交流の王様で、あと茂っていうのは私茂雄という名前ですので、あ、そういうことか、それから来てます。あ、なるほど、はい、ちょっと長嶋さんが好きなのかなみたいな。長嶋さんももちろん好きです。あ、そうだったんですね、はい。まあ、今回はこうやってプロと対局ということで、今どうですか、緊張はされてますか。あんまりしてないですね。あれ、はい、なんとハートがお強いですね。大丈夫です、はい、それでは皆さんに向けて意気込みの方お願いします。2着以上になって、1回で終わらないようにしたいと思います。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。あ、どうぞ。はい、それでは以上4名で B 卓が、予選 B 卓が行われます。それでは私は解説室の方に移動したいと思いますので、再び大場さん、はい、つないでおいてください。はい、はい、よろしくお願いします。できるだけ早めに急いでくださいね。頑張ります。はい、はい、ということで、ただいま、ゆりかわさんが解説ブースの方へ向かっております。今しばらくお待ちください。ではここでお知らせの方をいたします。ロンロンカップに出場するにはというスライドが今出ておりますね。はい、ロンロン内で行われる大会で優勝するとロンロンカップに出場することができます。はい、ですね、これはちょっと違うスライドですので、ちょっとですね、下げていただいて、はい、これちょっと日程違いますね。はい、で、予選は今行われております。今日の、土曜日から来週の金曜日までウィークリー大会というのが行っておりますので、そちらに参加して、ぜひともプロの皆さんと夢の対局をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、こちらからは以上ですね。はい、はい、ありがとうございました。さあ、それでは、解説室に移ってまいりました。改めまして、本日実況解説、司会実況を務めます、エリカ舞子です。よろしくお願いします。そして、解説はこちらのお二人、内川幸太郎、そして吉田忠が務めます。お二人ともどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。それではですね、対局室、今少しずつ準備を整えております。ちなみに、2回目の、説明動画、ちょっと変わってたの気づきました。なんかありましたっけ1回目と一緒でしたよね。そうですね、本当、うん、ですか、はい、もう明らかに弾けてないギターの絵がついてましたけどあれは気づきました、私もさすがに、はい、ピアノはちょっと弾けてる風だったんですけど、うん、ギターはなんかお飾りでしたね。もう明らかでしたね、もう角度が違いましたもんね、ギター寝かせてましたからね確かに、うん、弾き慣れてないのに借りてきたんでしょうかね。でしょうね、まあ、いろいろ、次ちょっと楽しみですね。あ、3回目、また変わるかもしれない。ピアノギターときたら次なんですか。一応だって3つ考えてたって、うん、絶対3つは考えてるはずなので、ね、そっかそっか、ドラムでも叩いてるんですか、ね、予想しておきながら。いや、わかんない、水の滴ることを自分でやってるかもしれないですよ、雫ピチャンピチャン。はい、というわけでですね、準備間もなく整うようです。さあ、こちらのロンロンカップ2019オータム、先ほども説明ありましたが、この参加
権利争奪ウィークリー大会ですね、うん、次回の大会予選が、現在も行われておりますので皆さんそちらもチェックしてみてください。それでは対局室準備が整ったようです。ロンロンカップ2019サマー予選 B 択東杯の開始です。よろしくお願いします。さあ予選 B 択が開始となりました。ちいちゃからスピッツさん、なんちゃ沢崎誠、シャーチャ友武正春、そしてペーチャ交流大重さんの並びでスタートしています。ドラはなんです。さあスピッツさん、はい、やはりスピッツが好きということでですねなるほど、はい、なんかちょっと日本語のスピッツっていう言葉を見すぎていて、このスピッツがそのアーティストのスピッツさんなのかっていうのがちょっと不安で聞いたら大好きですって言われてましたね。さあ沢崎さんの手配こちらです。英語で書くとお酒みたいですね。あ、そうですね、あ、スピリッツ、うん、かっこいいお酒の名前みたいですね、はい、さあ親のスピッツさんの手配はこちら。3番があんこ、さあこちらが沢崎、そして友武はこちらです。カン3番のターツができました。ドラの難が1枚、ハツが統一なのは交流大重さんです。9番があんこ、交流大重さんとスピッツさんが手配良いですね、はい、一般ユーザーのお二人ですが、うん、なんか今日は全然いっぱいユーザーさんが一般ユーザーさん感があまりないですね、ないね僕もお二人とも多分麻雀打ったことありますね。そうなんですね、なんか映像対局の経験者だったりとか、はい、他のそのリーグ戦というかそういうのにも積極的に参加してる方が、強豪アマチュアの人たちばかりの今回出場と、はい、またスピッツさんは本当このロンロンで、はい、いい成績を出して、はい、いろんなものにこう出場されてるので、もうそういう面ではこのベテラン2人を相手にしても全く引けを取らないんじゃないかなと、なるほど、思いますけど、表情も本当打ち方もすごく落ち着いてます。どうしてもこうロンロンカップとか、はい、まあ、一般ユーザーさんが初めて出られる対局ってまずこの1局目で初めて声を出すとか、うん、ちょっと打牌もちょっと震えてたりっていう方が案外見られるんですけど、うんうんうん、本当にそれがないですよね。そうですね、まあ、リアルでも打ち慣れてますからね、うん、さあチーピン、これでピンズ一面つ完成。イースを離していきます。これね、はい、赤牌がまだ全部山の中なんですよ。本当ですね、そうなんです。今回は赤が1枚ずつ、5にですね、赤が1枚ずつ入っております。しかしまだ1枚も見えず、あー、ドラドラになった。さあ、なんドラを重ねました。沢崎、そんなんちゃですね。そうですね、うん、ここまでは結構おとなしめに、まあ、打点も見えないので進めていたんですけど、ドラドラになった瞬間から沢崎さんはやる気になるでしょうね、うん、さあ、なんは友竹のところに1枚、友竹さんというから出るときはもうテンパイのときでしょうね。さあ、酸素をさらに持ってきて両面ターズに変化しました。あ、ここでやった赤が1枚、さあ初、やっぱ赤1枚くると全然手配の見え方が違いますよね、うん、そうですね、急にやる気になりますよね。リーズも赤で裏一個乗ればね、漫画になりますから、ね、勝負手に一気に変わりますよね、うん、3ワンなんか引いたらもう即リーチ行くんですかね。友竹さんは2差しまで見るんですかね。そうですね、その辺なんかも楽しみですよね。そうですね、今日のドリーマーはどうなのか、うん、何段切りはやんなそうですか。うん、何切り、ね、何切り闇点、闇点、うん、なるほど。さあ、1万さあ、ここで先制リーチ、力強く交流おしげさんからの先制リーチです、うん、待ちはイースピン、これはいいですよ。あ、そんなことないんだ、 E ピン2枚切られちゃってるのか。そしてスピッツさん、友竹さんのところに1枚ずつ、はい、うわー、沢崎さんもこれは一歩も引かないでしょうね。さあ、ドラワンコにした、しかもなんちゃです。なんドラさん確定しているのは沢崎、現在イーシャンテン。友竹さん難しいですね。リャンソー切るか何切るか数ワン切るかなんですけど、うん、あ、リャンソー勝負しましたね。さあ、残り数ピンが3枚山です。氷尾茂さん、現在リーチ、かけるか、
二層三枚切れ。町は弱いですね。それでもね、当一局で親番ですからね。さあここは果敢に先制リーチ、ごめんなさい、追っかけリーチです。スピッツさん親番です。町は一層来たよ、まぶしさんが。あ、ピンクのネクタイですね、はい、あ、そうですね、今日お揃いだ。あ、今日は本当だ。あれ、もしかして、はい、それは桜つながりだ。あ、そうですね、桜チームメイトなので。映りましたね。今日別にあの打ち合わせしてきたわけじゃないんですけ ど偶然、桜かぶりですね。二人ともやっぱり常に桜を身にまとってすごい意識が。ここは引きましたね、友武さん。おお、一発。さあここはリーチ一発、なんドラ3赤、うん、さあここはハネマン、恐ろしい。1番に一発、なんドラ3赤に3、1個のたら倍もなった。そうですね。さあここは1万2000点、強烈ですね。川崎の上がりからスタートしました。とんの一曲からぶつかり合い。そうですね、一般ユーザーの2人が果敢にリーチをかけていきましたが、はい、最後にリーチをかけた沢崎一発。さあ、あと2曲となりました。沢崎の親番です。ドラは白、ドラの白が1枚見えます。どうやって育てるんでしょうかね、はい、あんまり安いレンちゃんは多分狙わないと思うので、うん、もうだってね、はい、楽したいんで1位を狙いますって言ってましたからね。あ、言ってましたね。はい、意気込みたっぷりでした。怖いですね。さあこちらもいいか、赤嘘が1枚。うん、本武さんいいですね。ソリアンカンの形がピンズでできた氷おしげさん。氷おしげさんちょっと苦しいかな。そしてスピッツさんです。トンが氷おしげさんのところに1枚浮いて、あ、違った、スピッツさんですね、はい、1枚浮いているんですけど、これがいつ出るかですね。友武さんはその手羽立ちが整ってない時に泣くっていうのはあんまりないと思うので、うん、今の状況だと、うん、ポンテンぐらいじゃないと多分動かないと思うんですよね。なるほど。ここスーピン切り、トイツ手を強く意識してますね。1トイツの町頃の牌を残しながら、うん、なるほど。友武4トイツ、まあ、当然のスルですね、このトーンは。やっぱり横を見るんだったら、うん、ね、あの赤があるんでね、スーピンは残したいですもんね、はい、うん、そうですね、うん、ピンズの膨らみがありますから、はい、224の形は残さずスーピンを切っていった。さあ沢崎はどうか、地層、ね、あの友武さんの手だと、うん、はいはい、9-1 とかね、切る人結構、うん、多いですね、ほぐしてね。まあ、友達さんの場合、これ何重なったら、9番、9番、両ピン、両ピンと聞いてね。ポイント。向かっていくと、ね。もったいないじゃん、高くなるんだから。うん、さあ、これ難しいですね。お、いいピン。いいピンを選択。うん、赤切りはしないから、うん、もうピンズの形は決めましょうと。あ、いいですよ。少しずつ整ってきました。交流おしげさんの手配、いいですね。そしてスピッツさんもここでウーピンを重ねました。カンスーピンとカンサンワンの選択ですね。捨て牌にはカンサンワンが1枚ですけど、な、柔らかいですね。一旦リャンマンを離していきます。あれ切っとくとスーピンなんか引いた時に2差しの3色が狙えたりするので、はい、手役重視の一打ですね。いいピンはつもぎり、ちょっとね、保留して言いそう切りとかもね、うん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 、単位を見てとかもね、うんうん、あると思うんですけど、言いそうのリャンシャン点戻しも面白いですよね、うん、ダッサン言いそう切りそうですね。大層もさらに重ねて、ね、ここはリャンソー切り、振り点リーチ OK って思ってるよね、うん、嘘引いたらまあね、はい、別に休め切っただけだろうみたいな、はい、スッチ層で上がればいいんでしょみたいな感じですよね、はい、さあ友武はチートイツのいいシャン点。沢崎さんはやっぱり安い手は組んでないですね、うん、通常のメンツ手を捨てて、そうですね、ドラを使い切った高打点の手を狙うと、ここは親で、もう一気に差をつけようということですか。やっぱこうなんていうんですかね、半チャンでのこのストーリーを結構大事にするので、ストーリー、やっぱトンの一曲に跳ね間上がった次に1500の連チャンとかはやってないです。はあ、
で、あとドラを見せたことによって相手のチャンスが生まれたり、もちろんドラポンされたりもする可能性はあるので、はい、まあ守備も兼ねてやっぱ高打点を作りに行きますね。なるほど。ドリーマーがドリーマーの手になってきました。なってきましたよ、一歩ずつ。まだいますからね。全部あるんですか。そしてドリームを作る友竹、ね、リャンピンとキューマン。キューマンがもちもち、もちもちか。お、小利吉さんポン点取りましたね。さあ、ここで仕掛けていったのは小利吉さん、関数ピンの天敗です。タンヤオ赤12000の宝珠から始まってしまったのでね、面前で一気に取り返したいっていう気持ち。おっと、今白もね出ましたもんね、うん、はい、いや面前で行きたいところなんですけど、固くね2000点の天敗取りましたね。ただ老僧と9番がないですかね、ない、うん、あの老僧、まあ出ることはね、うん、あるかもしれないですけど、もう山にはない。じゃあ先にリャンピン引けば、はい、老僧の出上がりがあるかもしれないと、あるかもしれない。さあ、友竹さんは数ワンコをテンパったリーチ。あ、こっち。あー、チーソ入った。これリーチになりますか。になりそうですよね。こうなるとリーチ。さあ、9万とリャンピンのシャンポン待ち。リャンピンは1枚1枚ですね。1枚。さあ、リャンピン残り1枚、関数ピンも残り1枚。1対1、はい、E ピン3ピンといけそうですかね。そうですね。いや、佐々木さん ないですね。数ピンは現物だけど。さあ、しかしここは現物、うん、これは氷尾茂さんの当たり牌となりました。単野を赤一、うんうん、2000点の上がりです。まあ、でもあの氷尾茂さんも羽満打った後に、うん、チーピンのポン点で、ね、2000点しっかり取れるっていうのがいいですよね。そうですね。ラソヤもあるんで焦ってないなっていう、うん、本当にその通りだと思います。なかなかね、うん、やっぱ大きい宝珠から始まっちゃうと、はい、絶対この手を漫画にして取り返すんだみたいなふうに、そうですね、心理が行きがちなんですけど、うん、確実にね、現状のトップ目の沢崎さんの親を落としつつ、うん、少しでも回復していくっていうね、うん、本当に冷静に冷静に、ね、あ、友竹さんドラドラじゃないですか。さあ、友竹読んでないわ。こちらです。ドラドラのあんこ1個、またドリームですか。さあ、トン三脚となりました。友竹の親番、ドラはリャンマン。いや、もっといい人いた。あ、これはいい。さあ、スピッツさん、ドラ受けもある。一気通貫に差し何でもいいですね。まあ、最悪免品赤ドラでもいいですよね。そうですね、免品赤ドラが最悪とか贅沢ですね。そのぐらいの手です。最悪の免品で、小利尾茂さんも役でマンズの本質とかにね、行けると打点もある、はい、ね、あって、だからぶつかりますか今回。ぶつかりますね、うん。さあ、こちらトンと白が統一なのか、小利尾茂さん、さらにマンズ。これはもうね、うん、いいですね。あ、テンパイマンズの統一に向かうが、あ、三差し闇点。闇点ですか、ね、リーチ強い。え、けどチーピンがなんと、あ、そうなんです。友竹さんのところに3枚ということで残り1枚しかありません。なんとかわいそうな。1枚あれば、1枚あればいけますか。さあ、2差し確定だったので役はありましたが、ここは果敢にリーチ。あー、けどこれリーチ3色赤、ペンチーピンでリーチをかけたのはスピッツさんです。こういう大重さんも立ち向かいそうですよ、うん。浮いてる範囲が老僧3層なので、はい、まあ、一筋ならね、1枚通りゃ2枚通るようなものですから、うん、はい。さあ、マンズを持ってくることができるか。いい層、これは現物。さあ、しかし残り1枚ペンチーピンもあります。白トンはどうですか。白トンはまだ山、白が1枚、沢崎さんが初手に切ってるだけですね、うん。これでいいシャンテン。これはチューン。いや、友竹さんも少しずつ進んでるんですけど、はい、ここで選択ですね。3ピンきましたね。3ピンき。けどいい判断だったかもしれないな。リーチですか。はい、周りの手は着実に止まっていきましたもんね。まあ、そんなに止まってないんですけど止まってない人もそうです。捨て牌が強すぎちゃってそんなには止まってないんですけど、
あのプレッシャーもかけてますしね、はい、さあ赤嘘も引き入れたのは小竜王茂さん。闇転してても出てくる牌じゃなかったですからね、今回のチーピンは。そういう意味では沢崎さんの手をこうね下ろしたり今、本当はアマンズの方に行きたかったけどみたいな。下張りました。追いつきましたね。ここでトンと白のシャンポン待ち、交流をしげさんもリーチ。これは強い。3枚来ている。え、3枚、はい、白1枚、1枚だけですね、だけ場に出てるだけですよ、シャンポンで3枚はね。そうですね、十分ですよね。お、一発、一発白、リーチ、一発ツモ白、赤ドラ、羽間、ハネマンですね。ハネマン、二足ズモ、白、赤、ドラ、ドラですね。さあここはしっかりと一発でツモ上がり、三千六千の上がりです。交流大重さん、もう取り戻しましたね。はい。なんならトップ名じゃないですか。これでホップステップで次の親番と。ジャンプはどうなるのか。さあハネマンの上がり。先制リーチをかけたスピッツさんでしたが、ここは上がりにつながらず、はい、残念でしたね、でもあれね、あの上がれるとね、結構決まりますからね、思いっきりは良かったです、すごい2人とも攻めてる印象がすごい強いですね、やっぱりあのスピッツさんは今回チーチャ引いてしまったので、あのトンバのうちにある程度展望を持っていないと、こう何一局の親番でね、親が落ちてしまった後っていうのはなかなか大きな加点ができませんから、はい、ハネマン横移動からスタートしたこのアレバはちょっと自分も打点を取りにっていうね、なるほど、気持ちがあるんでしょうね。あと4局、小竜王茂さんの親番です。ドラはシャア、ドラドラなの、親番の小竜王茂さん、ハスピッツさんもめちゃくちゃいいですよね、はい、あ、白ポンしました。ドラドラですからね。さあここで積極的に仕掛けていきました小竜王茂さん。スピッツさんの手も進むかどうか、もうここはかぶせて全部タンヤを剥いで、手牌13牌全部攻めですね。で逆にこの友竹さんはこれ純ちゃん3色ですか。はい、はい、お3品さペを切っていきます。そうか、ロソ6チッパのイージャンテン、これはウーピンなんか聞きたいっすね。三色ラッシュ、とりあえず、とりあえずでもウーソー引きたいですかね。あ、ウーソーね、ゴロチの方がいいですね、そしたら、三色も赤も使えて、赤も両方みたいな、贅沢な。パーワンとかね、チーソー引いちゃうとやっぱ赤切らなきゃいけないなっちゃったりするので、何を引くか、どう育っていくのか、楽しみ。4番、これは難しい。僕はパーピン切っちゃうタイプですけど、パーソーローソーもありますね。そうですね、同意見だったようです。やっぱパーピン切り、サリアンカンの形あるが、ここは目いっぱいペを切っていく沢崎。そしてドラのシャアがここに1枚来ました。これはちょっと切りにくいですね。ダニアンマン切り、ローソーかパーソーが重なれって思ってるんですよね、今ね。そうですよね。まあ、カンチーソー入ってもいいですか。そうですね、はい、カンチーソーで三面ジャンリーチですか。この苦しいところから埋まってくれれば、小竜王茂さんはなかなか手が進まないか。そうですね、友竹さんの手がこうドラが1枚ぽっかり浮いてるので、そうそう泣ける牌は泣かしてくれないですよね。やっぱり神茶にこう辛い人が座るとまあこの辺の小さなんかもね、これ多分切らないんじゃないかな。ほら、あー、なるほど、切らないんですよ。楽はさせないぞと、本当にね厳しいんですよこういうところは。さあしかし沢崎の手は一歩前進、まあ、ただドラが浮いてるので。そうですね、どうしますかね。いやー、いいそう、進まないですね。そうですね、パイパイからドラドラ、そして白を仕掛けることができた親番の小竜王茂さんでしたが、嬉しくない。今パーソー、ね、
ハラス切りありますよ。トラズもありますね。うん、マンツモ切り。カンリャピンを引き入れたトマトケチ。これでちゃんた3種、ちゃんたドラドラのいいシャンテンですか、はい、ただドラがないんですよね、もうね。シャアはすでに山にはありません。テンパイ。さあ、カンリャマンを引き入れました。行きましたよ。テンパイ。ポンダ。さあ、ドラを切ってのリーチ。いや、やめてんです。リーチしてないです。あ、失礼しました。はい。さあ、ドラを切って、ここで沢崎がカンローピン。まあ、このシャアを切った時の周りの様子をちょっと見るというのもありますか。まあそうですね、はい、泣かれるか泣かれないかによってこの後の、方針を変えるとか。さあ現在役なし天杯カンローピンです。いや難しいですね。シャンポンに一旦受けたいですけどね。嘘が切れないと思えば今ここでスースを切る手もありますし。さあここは何を選択するか。沢崎これ楽しみですね。あ、チーピンつもぎりました。役なしカンローピン続行です。親の氷尾茂さんはドラのシャア、そして白を仕掛けている。ここでテンパイ。町はカンパーソー。パーソーは残り1枚。総数は切るきついか。はい、行きましたね。さあここは切っていく沢崎。スレスレ、スレスレです。隣を切っていきます。あ、本武さんいいピン引いた。あ、本当ですね。純ちゃんも復活できそうですね。あ、スピッツさんはしっかり受けてる。ただ純ちゃんに必要なペン3層なども3層は交流をしげさんが3枚使っている。いや、このリャンズは切りにくい。そうですね。おお通る牌を切ると勉強になりますね。力強く切っていく沢崎。あと元木さんはもう引きましたね、うん、ここでヤンソーを合わせます。さすがに2人来てるのに、うん、自分のいいシャンテンじゃ厳しいと。ハクドラさん、交流王シゲさんが現在カンパッソーで転敗、そして沢崎はカンローピン役なし転敗しています。うわ、これでトイトイだ。トイトイもつきました。どっちに受けます。急層短期、地層短期。枚数はね、急層が2枚出てるので、はい、まあ、急層、地層短期の方が見えてる枚数はいいですけど、カンパーソー続行と。まあちょっと急層とか地層出してしまうと手が透けてしまいますからね。奥手単葉になった。さあこれで役ができました。単葉を赤市、カンローピンの転敗続行なのは沢崎です。初2枚切れ。短期を疑ってるんですよね。そうですね。あ、ちょっと渋りつつも切っていく。確かに実際短期系になってもおかしくないですからね。あそこで3層を切るのも9層を切るのも一緒の意味ですから。はい、トイトイに取っていて短期という形になってた。これで両面変化、これはね、手の内が透けてもいい方と、仕方がないですよね。さあ町はうっぱっそうに変わりました。氷大茂さん、三品は現物なんですが沢崎さんも怖い。うん、うん、3万これは切っていく。これは止まりそうですね。3ピンが切れるから急走も切れるのか。ここは急走、これは沢崎の当たり牌、そして両ピン、残り10名わずかとなってきました。ゆっくりゆっくり積もっていく。さあなんだ、ウーピン、ウーピンもした。これはその切りバシバシ切っていきますね。ですね。あれ、友達さん、ああ、いいペコできたけどダメか。パーソー包丁になっちゃうからな。スーソー。ロピンまだ1枚ありますよ。さあ、どうか。いいピン。
これは結構切りにくい牌ですね。そうですね、うん、もう残ってる筋がほとんどなくなっちゃってるので、はい、また最終手足急走をどう見るかですね。ああさすがにここはここは慎重に、うん、慎重にいきましたね。さあここは交流大重さん一人転敗で流局となりました。最後の最後まで沢崎も粘りましたが、まあ、転敗量にそこまで大きな価値がないですからね、うん、はい、やっぱこの赤入りの麻雀だと平均打点が高いじゃないですか。そうですね、平均打点が高いってことは転敗量の比率重要度は下がりますよね、うん、公式ルールなんかだと平均打点が低いから、はい、転敗量の価値がすごく高くなるので1000点1500点もかなり重要になりますね。そうですね、多少無理してもあの可能性で切った方が得な場面が多いですけどね、うん、第4局一本場となりました。交流大重さんの親番です。ドラはウーピン、あここがドラドラか、あダブトンポンですね。あダブトンポンか、あしかしここでダブトンのポンが入る交流大重さん、まあ好勝負ですねこの2人の、うん、はい、なんとか割って入りたいですね。スピッツさんも友達さんも、さあぶつかり合いになるのか。いや友達さんは苦しい立場ですね、うん、親の神茶なので。もうすでに一風呂親が仕掛けている。カンパスのターツもできました。うわウーピン、さあここでドラ3ドラだけ4枚ある確かにけど形が悪い。そうなんですよね、他が、ね、ペンちゃんカンちゃんかなり苦しい形だが上がりの、ああいうのを料理するのうまいんですよ沢崎さんですか、見どころですね、まあ、この曲は。ただ氷大重さん早いな、もういいシャンテンだ。さあスピッツさんも少しずつ整ってきます。スピン、さすがに今曲はちょっと差があるかな。さあ中ピンを引き入れてここはイピン切り、あもっと広くなった、おお3ピン切り、一通までつけば1万2000になりますか。そうですね、あそうですね、想像の一通、これ沢崎さん全力の食いたんですかねいやまあおスピッツさん手配が明るくなりました。はい、カンウソを引き入れました。しかも赤ウソです。うん、ここはパーソー切り、これで総図で2面図完成。急走切ってなきゃね、一通も見たと思うんですけど、序盤に急走1枚切っている。リャンワン、イーワンは現物、ここはイーワンから、はい、友竹はまだ三種に比べて苦しい。天敗、さあここでウーソー短期で天敗、タイヤもつきましたよ。ここはスライドさせます。さあ交流大重さんがダブトン赤ですね、天敗ウーソー短期です。沢崎さんもだんだん手になってきましたね。ねえ、あんなに悪い手だったんですけど、うん、中ちゃんぱいしか引いてこないですよね完成したら怖いことになる。次あたり3ピン引いてくるんじゃないですかネックのところも、ローピン、ここで両面ターツに変化。スピッツさんも一歩前進か。ほう、両面切り、2番が3枚切れ、なるほど、3色も見つつ、うんうんうん、友竹、いや友竹さんはお休みですね、もう失点を減らす方に力を注ぐしかなさそうですね。おっと3万ポンテン、さあここでタンヤをスチビンの天敗、タンヤを赤ドラです。うわーローピン引いた、これ何切るんですか、リャンピン、しかしこのリャンピンこれは氷大重さんが待ち会をしていた。はい、さあダブトン赤5800は6100の上がり、これは待ち取りがうまかったですね。さあここは見事に交流大重さん上がりを重ねます。これでさらに周りとの差が開いていきます。いやトンの一曲に跳ねまん宝珠スタートだったのに、そうですね、トップに立ちましたよ。はい
いや冷静にここはどん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 上がりを重ねていく。本4局1本、あ、2本馬ですね。氷大重さん再び親番です。ドラは3品、しかし今回はちょっと苦しいか。しかし総数で一面つかんせ、白も統一です。あ、なんちゃスピッツさん、ペンちゃんカンちゃん目立ちますか。ここは何から手をかけるか、高打点にするのか、それともうちに寄せていくのかでちょっと悩みましたね。ここ急走から打点を見るならね、7、8、9の3色とか、勘馬、赤馬を引き入れたのは友だけ。さあこれは全員ちょっと遅いスタートになりそうだ。そうですね、はい、沢崎さんがこの氷大重さんの連チャンをどう見るかですよね、はい、もうそろそろ蹴りに行かなきゃいけないと思えば、うん、まあ、まだ手形整ってないですけどトンを一泣きしてどんどんと進めていく可能性はありますね。なるほど、まあ、普段の沢崎さんだったらこのトンは まずは先ほど状況によっては泣かない、ちょっと泣いた後の形が悪すぎますからね、うん、どう捉えてるかですね。リャンマン、ここでリャンメンターズに変化、目いっぱい難を切っていく。さあこのロンロンカップ2019、今回はサマーですが、次回のオータム参加権争奪戦ですね、参加権利争奪ウィークリー大会が現在行われています。本日の2019年8月10日、午後2時から開催されております。今週は8月16日までですね。今回の1週間は8月の16日まで開催、2回目は8月の26日から9月1月、そして第3回は9月9日から9月15日とウィークリーで行われて、その週各1名ずつが次回、ロンロンカップ2019オータムへの権利、それ参加権利を得ることができます。皆さんもぜひぜひ、まあ、今は見ていると思うんですけれども、ちょっとした合間とか終わった時にですね、参加していただければと思います。はい、今ここはリャンピン切り、氷大重さんが、はいはい、イシャンテンまで来てますね。さらにここで差を広げてしまうかもしれませんね。どうか、わあ、これで縦横いいシャンテン、リャンマンかチーピン切りですけど、チーピンの方がイースワンの方が良さそうですね。そこはチーピン切り、うん、スピッツさんが前順面白いパーピン切りってやったんですよね。イーピンは親の現物だったので、ああなるほど、残しつつ、889の形を厚く持たずにパーピンを先に切っていると、はい、マンズが両面だったらイーピン切ってもよかったんですけど、うん、こちらの手配ですね、はい、カンちゃんなので、はい、ちょっと両ピンとか引いた時にね、一気通過も狙えますから、あ、ここでより守備重視にしましたね。トーンを残します、うん、あ、トーンが切れないですね、しょっぱいですからね。なお自身でアンコにしました。しかしこれはオタカゼトンだけです。トン切りますかね。まっすぐ行くのかと、うん、トンしますかね。しませんね。しませんね。さあこれでスピッツさんも合わせて、あ、トンを切るかと思いきやここでリャンスを引き入れます。さあ待ちは一数番で氷大重さん親番先制リーチです。リーチしろ、いやこれが一人旅かな、誰も向かうことができないか、キューピンぐらい行くのかな。キューピンは行けそうですね、うん、ノーチャンス、あ、ワンチャンスですか。イーマンが残り1枚、うん、スーマンが残り3枚。このイースーマンは相当出ないですね、他からは。ウーワン切って3万切りリーチなので、もうイースワンは相当浮き彫りの範囲だとは思うんですけど、ほう、チーピン切り、しかしイースワンはまだ4枚山にある。4枚もあるんですか、はい、さあさらにここで積もると周りとの差を広げることができるが、あれですね、氷大重さんのところってあの石田さん座ったところですね、あなるほど、そうじゃないですか確か
そんなこと言ったら次座る人が、しかしここで友竹追っかけりちドラマチです。マージャン席理論ペン三品友竹ペン三品2枚ありますか。そうですね、手牌の中に2枚あるだけ。いいそうですね、友竹さん勝負かけましたね。ここまでちょっとね、なんかじりじりとうん来てるんでね、まあ、いつチャンス来るかわからないですもんね。さあ、一数万対ペン三品、ちょっとさあ、ちょっと怖がりつつ出てきます。いやー、6球層はダブルワンチャンスですか。ここでパーソー、ここは引きと。うん、丁寧ですね。まあ次が困りますもんね、ウーアンっていうのはちょっと強烈すぎるから。ああ、押してれば勝負になったけど。さあ3ピア残り1枚、いやーどうなるか。さあ1数万は、さあちなみにですね、ロンロン先ほどまでは森山会長が入られていた、はい、参戦していたということで、この後もまだまだ本日出場している選手たちも参戦しているということなので、皆さんもぜひぜひ合間を見つけて一緒に打ってみてください。はい、今ここに1枚いきました。テンパしてたら棒順になったかもしれない。なるほど、うん、スピンここは嘘。いや、3品の枚数減らないですね。そうですね、1枚、あ、1枚減ったのか。あ、残り1枚ですね。うん、おー、粘る、粘ります。さあ、これを仕掛けて、さあ、ウーマン短期役なしですが、ここで粘る。ウーマンは残念ながらないか。背底でね。そうですね、万が一上がれるかもしれない、うん、3品と椅子は、いやー、リャマン、これはまだ切れる。無人展開取れそうですね。そうですね、スピッツさん粘りました。粘りました。さあ、ここで流局です。さあ、ここは友竹、小竜王、しげさん、そしてスピッツさんの3人展開で流局となりました。いやー、粘りましたね、本当スピッツさん、はい、見事な打ち回しですね。友竹の当たり牌をしっかりと使ってさらに展開と、さらに小竜王しげさんの親番が続きます。トン4局3本場です。教託は1本けど2本ですね。あ、失礼しました、教託は2本です。教託も増えてきました。うん、この局は勝負かな。2900点あって、うん、はい、ここで親に連チャンされるとなると相当加点になってしまいますので、うん、いくらね、みんな親番が1回ずつあるとはいえ、はい、やっぱ点差は近い方がいいですからね。とはいえ、小竜茂さんの手が良さそうだけど、うん、まあ自敗が重なればですかね。そうですね、うん、今回嘘は1枚ありますが、まあ、当然本一の方行きますよね、はい、ソーズの本一に向かうリャンマンから、うん、自敗ここも1枚ずつある。他も苦しい形、スピッツさんです。ドラはチーマンです。いや、苦しい。パピンからシャから普通です。さあ、この親を止めることが、こちらは沢崎、まあまあじゃないですか。ドラ受けのターツもあります。さあ、スーソー、友達さん 100% 7、8、9の30が見てるでしょ、しか見えてないかもしれない。どう育てていくのか友竹、そして苦しいスピッツさんはどう戦っていくのか。チーピンを重ねます。うん、単品系の方か。さあ、赤ドラですが、はい、ここでピンズ9ピン持ってきました。沢崎さんはもう目いっぱいですね、はい、ああ、一目ずつできた、完成です。
342って聞きましたね。いいな。ツモが聞きます。いやこのスピッツさんの眼差しがすごい冷静に感じるんですよね。いやドラマで弾きましたよ。あさあここでどんどん手が伸びていく交流をしげさん。おドラドラ。これでドラドラ。沢崎の手牌です。ここで9万切り。さあ数ピンを持ってきてここは小さう。三色はここで見切りましたね。目いっぱい形を残していく。いやスピッツさんは本局お休みかな。はい。ちょっと手牌が伸びてないですね。白をドイツにした。ここでウーマン。白は現在スピッツさんのところに1枚。一気にスピード感も出てきた。スピッツさんはどうでしょうかね。ちょっと苦しいので、はいはいはい、こう自敗とかもと思ってましたが、チュンとかも切っていったので白も出る可能性は高いですね。いや合わせてるだけなので親に、おそらく多分白切らないと思いますよ。このままちょっとずつ守備に回っていくと、スパーソー。おそらくですけどね。やっぱ切らないですね。はい、そう。佐々木さんは何とかタイヤが見えましたね、うん、これで。はい、おこれで満足一つ完成。いやもう白に頼らずとも。いやすごいツモ見せましたね。さあ氷をしげさん。小さ自分の目からね4枚見えてて。本当だ。もうパーソーはただみたいな。ね、ただ。ただ。あ来ましたよ。あ来ます来ますよ。さこりおしげさんはうっぱそうでリーチしています。これだけなんか順番よくねツモが伸びたら、うん、一発まであるんじゃないかみたいな。さリーチ赤ドラ高めイーペーコーパスを待ち。ずれた。さうっぱそう残り4枚。川崎どうか。理想はワンチャンスですか。ここは切っていく。三品が一応現物で持ってるんですけどね。一枚減った。ジュリアンソーは自分の目から3枚見え。うわあ、赤まで来るよ。どんどん伸びる。いいピン。先輩、追っかけです。ここは追っかけました。友竹先ほどからすごくこういうシーンを見ますがどうなるか。町はサブローソー。サブローソー、うん、4枚、うん、そうですね、手牌の中に4枚使われているだけ、うん、あれ 4対4、うん、4対3じゃないですか。4対3、1枚減ってるはずなので。なるほど、4対3。1、2、3、そうですね、友竹さんが嘘を吸収した分4対3は分からない。4対3は分からないですけど、なんか勢い的にパーソンですよね。リーズも赤、ドラ。裏ドラは乗らず。これは3900オール。の。3900オールの3本場ですね。4200オール。突き抜けましたね、ついに。さあ、氷おしげさんがしっかりと積もって、またもや親での連チャン、しかも起き上がり。ここから少しずつ周りの選手も、まあ、もちろんトップは狙っていくけど2着という位置も考えていきますか。まあ、まだ親番1回ずつありますからね。そうですね、うん、この親を、ね、安くてもいいからまず切りたいですよね。そこからですか。そうですね、とりあえず、本当はね今の曲でね、この4000オールが出る前に、そうですね、落としたかったんですけど、はい、氷をしげさんからしたらもうようやく決まったなっていうところですよね。ちょっと
取ったところが違いましたか。ちょっと確認中ですね。あ、9。あ、8だったんだけど9から取り出したんですね。あ、まあこれは、まあ、もう一回取り直しですか、ね、まだゲーム始まってませんからね、はい、取り直しで、うん、第1路手牌をこのまま入れることになります。いやー、これでどうなるのか。今ポイントがもう少し出てると思いますけれども、はい、そうですね、今5万7000、あ、3本ば5万7300に4本出してるから5万7700点。5万7700、頭一つ抜けている状態です。しかし、うん、難入にすれば一人一人まだ親番があると。そうですね、はい、そうです。まあ、ただ2着の沢崎さんとも3万点離してますから、はい、まあかなり優位であることは間違いないですね。さあ、落ち着いた打ち回しを見せます。あれ、1万2000法からでしたよ。そうなんですよ、森吉重さんの法重ってことは何点上がってるんですか。3万点スタートだから 277浮いてるから、はい、もう4万点か、うん、上がってるってことですね、このトンバだけで。すごすぎる。やっぱりあのトン2局の2000点が良かったんですよ、はい、そうなんですよね。あそこで冷静に単野を赤い地で上がって、うん、まあ、とりあえずまずは沢崎さんの親を落とすところから始めて、うん、お、始めましたよ、ロンギリ。ゆうえがイーピン急走はちょっと見ものですね、はい、あ、こちらも想像の方についきますか。方いきますね、さあ、スピッツさんはこちら9万アンコローマンドイツ。うわ、リャンピンつむぎりなんだこれね。こういうの勉強しなきゃいけないね。チャンタなんて安いから保険残さないんですよ、うん、もう縦1本、うん、なるほど。112とかの形も残さないと。うん、で、E ピンの読みが外れるんですよね、うんうん、あそこでつもぎられてると。こちらですね、これ数層かな、これで数層切り、うん、この辺は露骨にね何かやってますよ、そう、何かをやってるよっていうアピールなんですよ。どうせ手が悪いから。で、相手に考えさせて、うんうんうん、勝手にミスしてっていう。ああ、手が悪い時の利用方法ですね、うん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 、ただこれ全部3つ泣くと思いますよ。あ、そうなんですね、3つ泣いてプレッシャーをかけるんですよ。だけどプレッシャーをかけるためには打点が見える、うんうん、相手にこう打点を想像させないと意味がないので、ある程度仕掛けて、はい、怖いじゃないですか、E ピン急走トンって流れたら。そうですね、トイトイもあるし翻弄刀もあるし、はい、みたいな、こういうの大得意ですよね。さあ、リャンマンを持ってきた友だけです。難しいですね、ここは9ピン切り。ただいかんせん、さあ、ピンズ一面作りで完成。一通の保険はかけなかったですね。そうですね、お手そぎり、あれあれ、これ国士じゃないですか。そうですね、これでいいピン1枚。あれ、国士リャンシャン点ですか。今10種あとは9ピンがきついですか。ペーチュン、ペーチュン9ピンだけですよね、うん、リャンシャン点ですよ。あ、てか9番がないんだ。あ、そうですね、ああ、じゃあ9番持ってる、持ってる、うん、厳しいな、見えてる9ピンが、9ピンですね、9ピン、9ピンがもう3枚切れてるんだ、うん、明らかに場に見えてますもんね。そうですね、山に1枚まだ、うん、あります、あります、ね、まあ、全員切ってますからね、うん、1人1枚ずつのやつはもうすごくいいですよ、うん、信頼度が高い。スピン、しかし氷雄茂さんの手も進んでいる。友竹さん、差し子が見えてきましたね、はい、さあ、こちらイーシャンテン、白がね、どこにいるかですよね、はい、山に浅くいるのか、それともどうなんだと。いやー、ちょっとずつなんか雰囲気が出てそうで、そうですよね、打ってる人は怖そうですね。急走切ってくるのは結構迫力ありますよね、うん、ドラマタギなので、うん、はい、かなりの覚悟を持って切ってるなっていう。賛否、リャンマンいいじゃないですか、リャンマンは。これで差し子のイーシャンテン。
いやスピッツさんも丁寧にまとめてるんですけどね、なかなかまとまりきらない。これロピンを切ってりゃんめん、あ、これは怖い、はい、あ、ここはちょっと守備ですか、さすがに、いや難しい、決めます、うーん、高嘘と入れ替えます、ローワン何枚入れでした、1枚入れか、2万ないんですね、3万もないし、さあトーン持ってきて手が止まりました、スピッツさんです、いや嫌な牌ですよ、そうですね、うん、おお行きました、うん、もうここが本当勝負だと、うん、スチャーはつもぎり、赤馬、お客さん3万切らなかったですね、え3万切らなかったですね、3万、数万を持ってきた時、うん、ですね、おピン風になるかもしれないですね、3万切りのこと、親を警戒したんですか、親の現物の方ですね、数万ってね、こちらの手配ですね、さあパワーワンはつもぎり、さあ誰がいち早く転売するのか、いいシャンテン、いやースピッツさん苦しい、まっすぐまっすぐ向かっていくものの、なかなか手が進まない、うん、まあちゃんとほぐしてるんですけどね、はい、パワーワン通ったばっかりですよ、今ウバに来ますか、ちょっと悩みますが、結構厳しいですよね、ツモンももう残り回数が少ないんですよね、はい、うん、さすがに今局はやめですかね、うん、ここに最後のキューピン、はい、いやけどこのキューピン4枚目ですからね、うん、4枚目はちょっとね、あ、3ピン切り、あのトーンがどう見えるかわからないですからね、天敗かもしれないので、キューピン切ったらとりあえず終了ですからね、ゲームセットなので、キューピンでロンって言われたらもうあってなりますね、あ、はい、すいませんでしたみたいな、何は何もまだ1枚、あ、来てるんだ、あ、これ、あ、白ポンだ、ポンできましたよ、ここでね、これでまだレンちゃんが、さ、白をポンしました、待ちはリャンウソ待ち、交流おしげさんが仕掛けることができました、ハクドライチの転売です、さあここで手が止まるスピッツさん、悩みつつここはパワーを切っていきます、もうちょっと、そうですね、パーソンの筋と初2枚勝負は厳しいってことですよね、うん、うん、さあ残りリャンウソ3枚山にありますか、ローピン切り、さあ間もなく海底と近づいていっています、ロソー一人転敗ですかね、そうですね、この曲も交流おしげさん一人転敗、一人転敗でリークフとなりました、さらにここで3000点の加点、なかなかこの親を落とすことができない、さあ5本場となりました、いや隙がないですね、いやギリギリまでしっかりと手配を作って転配を取りに行くスピッツさんも、本当にまっすぐ進んではいるもののなかなか入りませんね、そうですね、一番苦しいかなスピッツさんの手配が、いやこれもいいですね、毎回いいですねって言ってる気がしますけど、しかし今回スピッツさんの手配もあどうか、
そうですね、まとまってますね。悪くないですよ、はい、うん、ここは今からお、シャーが統一、ハツが統一、そしてリャンピンも統一になりました。ウソもですね。本位数、あ、なるほど。みんなね、いろいろ手が。里本家の手配はこちら。沢崎さんとかね、こういう、うん、こういう手のね、トイトイの仕上げ方とかめちゃめちゃうまいですからね。ここはシャーを仕掛けていきました。もう一ピン切るんですよね。ここは一ピン切り。ヤクヤクトイトイかなと思ったらいつの間にか本一とかついてたりとかね、うん、そうですよね、渡りもうまいし、うん、ただスピッツさんもいい牌引いてきてるので、はい、ここはね、うん、勝負いきそうですね。両面ターツに変化、さピンズと地牌が多いか、ここパーソー、自分も 勝負手だから勝負しながら、うん、まあ沢崎さんに打つ分には親も流れるからいいかみたいな、うん、まあ安ければいいですけどだいたい高そうだから、うん、トン4局5本番になっております。郡大重さんの親番ドラワリアンス法、現在郡大重さんが6万点を超えています。スピッツさん目いっぱい、はい、ペンちゃんのターツも残していきます。もうダブトン重ねましたよ、スピッツさんがね、一巡前に、うん、間に合いましたね。そうパワーソーです、9ピン切りかな、ここは選択、ここは9ピン、うん、確か的確に当てますね。そうですよね。内川さんの言う牌を導かれるようにスピッツさんが切っていくっていう。うん、全然9番もね、9番もあるかなっていうね。まあ、マンズ馬鏡がよく見えるんでしょうね。うん、重なりをね。ハツも仕掛けることができました、沢崎。これでイーシャンテン。結構残してる牌が。あの馬強を重視してスピッツさ打ってるなっていうのがもう序盤から見られてて、うん、だからペンちゃんとかも結構残しますよね、うんうん、あの形で打つ人っていうのはやっぱこう打ちに寄せたりとか、はい、もう三色になりそうだからとかそういう人はなんて言うんでしょう、型でもうじゃあウーワン1枚とパッキューピンだったらもうパッキューピン切りますみたいな決まりみたいな形で真ん中のくっつきの方を選びますと、うん、真ん中の方を重視する人がいますけどね、はい、そういう打ち方だってもちろんあると思うんですけど、川の状態を状況を見てスピッツさんはちょっと選んでいってるなと、テンパイですが外したいですね、取りましたか、うん、手堅いですね、こいつね、うん、3品のくっつきですからね、1から5まで OK、ダブトンポンしても、OK、そうですね、3ピンチーしても OK みたいな風になるとね、最短ここは関連層で役なしテンパ入れているのは、ね、いやそうドラじゃなきゃね、そうですよね、ドラじゃなきゃ、うん、小林さんテンパイです、これは闇点にしてますね、テンパイサブローソーパーソー、パーソーが1枚切れでここは確実に闇点、さすがに、うん、良さそう、うん、まあ、5-2 クラスでも友武さんか沢崎さんから直撃できれば2着は硬くなりそうですもんね、現場状況的に、うわ小さ難しい、これ現在サブローソーパーソーの転配でしたが、これチーズを引き入れました、急走切っちゃってるので、うん、サブロー急走には受けないかな、不意点になっちゃいますね、うん、このままつもぎりか、まあ、だいたいつもぎりですね、うん、うん、ちょっと悩んでいるスピッツさんです。さあこのままつもぎり、さサブロソーパーソー、タンヤを赤ドラですね、沢崎さんか、沢崎さんトイトイになんか2000点の仕掛けがねあっという間に8000になりそうですけど、うん、そしてドラは山さんなんですね、なんと
じゃああっさり交流をしげさんが積もるってところもあるんですね、うん、そうですね、ありますね。さあ現在役なし関連層で交流をしげさんも転廃、森吉重さんもこれトンポンしたらイソタンギになるのかな、うん、そうすると三蔵宝珠ですね。そうですね、うん、しかし、ね、これがマージャンです、うん、今日フラッシュ君いないですけどこれマーですね。さあここは森吉重さんのつも上がりとなりました。つも赤ドラ、はい、2000は2500オール上がり、はいはい、もうやめてくれよっていう声がもう聞こえてきますよね。さあ他の3社のはどういう表情をしているのでしょうか。映しましたね、うん、意外と平気そうですね。そうですね、まだまだお山もあると、うん、まあ、じっくりやりましょうと、うんうんうん、さあトン4曲はまだまだ続きます。6本馬となりました。さあ再び氷大重さんのお山番ドラはシャアです。ドラドラですね。さあ交流をしてる。上がるとまた高いですね。そうですね。ちょっと終わった後に、はい、昨日何食べたかだけ聞いていいですか。なるほど、ちょっと今後の参考にさせていただきたいな。スキッツさんもただいいですよ。赤赤中ちゃんぱいもかなりあります、うん、苦しいか沢崎こちらの手配。しかしまだ伸びそう。食べ物によってハイパイって変わりますかね。そうですね。本当ですか。本当ですか。まあ僕今糖質制限してますけどね。全然糖質制限。なんかどのぐらいで4キロ痩せたんでしたっけ。今10日ですね。すごい10日で4キロ、うん、それだ昨日絶好調だったの。だからあの頭が働かないんで体で打ってました。おお。そうか、糖分がちょっとやっぱ少ないと、はい、体で打ってたんですね。体で打ってました。ドラさんですよ。あそんな糖質制限の話をしている間に氷大重さんがドラのシャアを自身であんこにしている、うん、怖い。ちょっと食べ過ぎなんですよね自分最近。これはちょっとこれ制限したら急に少しちょっと麻雀に影響が出てるような気がしなくもないんですよね。ただなんかちょっと恰幅のいい方はつも力があるって、私はなんかこう芯があるからつも力があるって誰かから聞いたんですよ。なるほど、うん。僕も昔思ってました。あ、本当ですか。私も基本肉ばっかり食べちゃうんで、なんか肉はいいんですって。あ、そうですか、糖質制限でも肉はいいんですけど、ビールです、とにかく。ご飯とかじゃなくてビールですか。ビール、お米、ね、そう、麦。あ、私日本酒大好きなんですよね。あ、そっか、そういうところが。日本酒は結構いきますよ。そうですよね、焼酎に変えた方がいいですね。焼酎、そうか、頑張ります。さあここはどうか、どんどんいい形に育っていくか。スピッツさん、ここはなんとか。いいですね、これ読んでいいんだっけ。大丈夫ですよ。ダンプそうなの。超面白い。は、現在ですね、石田さん、はい、そして山明さん、うん、そして会長、こちらが本日出場しているこちらの3選手がなんとロンロンに、うん、参戦しているということです。会長はこの後出番ですか。そうなんですよ、ね、しかも恐ろしいちょっとレジェンド宅がシータクは待っています。ね、ダンプさんももしかしたら、はい、たくさん食べて、たくさん飲んで、うん、たくさんつも力を上げてるかもしれないですね。おー、スピッツさんドライしましたね。うん、いいと思います。思い切りがいい。佐々木さんもいいシャンテン行って変わると3色ですね。なんとかこの親を食い止めたい。3社はどう進めていくのか、うん、もうここで赤ウソも切っちゃいますか。しかしさすがにその振り返りはもったいないか。沢崎バーピン、交流をしげさんの手が完成する前に誰か止めることはできるか。いいそう、これもつもぎり、これでアロマ先輩、うん、さあここは先制リーチ、沢崎のリーチです。待ちは6球走、うん、6球走良さそうに見えますね。ただ意外と薄いのかな。9層2枚だけ、ね、9層2枚とローソー1枚ですね、うん、あ、そうですね、3枚、うん、まあ十分でしょう。ザリーチのみですが、ここはなんとか氷大重さんの親番を落としたいところ、うん、
さあ来ましたよ、キューピンを引き入れた。そしてスピッツさんはどうか、リアンソー、これはその入り、これローソー引いてあね、あんこにしてね、そうローソーはあんこにしちゃう怖い、いやしちゃいそうですよね、この勢いは。これあこれリーチだ、リーチ、リーチですよね、チーピン切ってリーチじゃないですか。キュッパーピン切れるのはうまい打ち方ですよね。うん、うん、闇点、ほう、チーピンは行くけど、うん、弾力あるねえ、すごい、なるほどさあここはウソウロウソウ役なし天敗ですが、ドラさん、氷尾しげさんです。お、友竹さん天敗、あ、友竹も天敗を入れました、うん、おお、ウーピンもいった、へえ、強っ。3層とローピンのシャンポン、友竹も天敗、役なし闇天押しはね、ここまで、いや、すごいね、うん、なかなかできない、取らないならパーピンキューピンとかになっちゃいそうですね。あ、友達さんイースチピン追っかけれますかね。闇点もありますよ。けど5と7取ったらさすがに6切れないですね。なるほど。さあここは入れ替えて3層とローピン待ちのシャンポン待ちは続行です。チンズであるならもう1枚しかないですかね。お、これでリャンピンが切れる。ウーピン通ってますからね。さあ現在タイヤオで友竹が転売、うんうんうん、そして沢崎は6球層でリーチ、3万も良さそうなんですか、うん、筋でね、3万を選びました、うん、3万のが1枚出てますからね、丁寧ですね。おお、できた、ポンだ。さあここで仕掛けて、いや、これはスピッツさんいい選択しましたね。3万とリャンピンのね、丁寧にいきました。さあ待ちはスッチーピン、タイヤオ、赤赤、これでスピッツさんも転売です。スチーピン良さそうです、ね、3人転敗、今回は子供3人の反撃、あ、4人転敗か、親も転敗ってことか。そうですね、親が打点あるけれども役なし、ウソロソ、役なし、惜しいこれだけ押されるともうすごいですねあ、友竹さんだ。さあこの3層で上がることができました。さあ、タンヤオ1300、6ポンバ、18足しだから31か、うん、3100点、6ポンバ3100点の上がりです。いやー、なんとかこの親を、いや、長い長い親でしたね。いやー、さあやっとのことで乱入しました。はい、はい、難易曲スピッツさんの親番。さあここからは、はい、もう 2着の争いも、ね、あるんですよ、頭によぎってると思うので、はい、ここまで点差がついてしまうと、小型の人たちはもうささっとこう、はい、ライバルの親を、簡単に言うと今回のスピッツさんの親を、はい、とりあえず落として、うんうん、自分の親でトップ狙いましょうかねっていう考え方ですかね。自身の親番まではとにかく なるべくこの連チャンを防ぐ、そうですね、スピードが重視された手組みになると思いますよ。ということで、そうですね、もう見てないうちからリャンピンポンしてます ね、なんちゃってこうプレッシャーをね、かけに行き、ただまあ打点がついてきたら、うん、全然リーチもね、うん、あると思うんですけどね。さあ親のスピッツさんの手配はこちらです。トラは数層、すごい、みんな 1万7000点台に3人いるわけですね。本当ですね、仲良しでやる本当に僅差です。佐々木さん、こっから泣いたんですね。さあ初があんこなのは友竹です。両面ターツも2つ、まあ、救いはどれだろうか。そうですね、さすがに何もないはないですよね、うん、タンヤをドラドラ、うん、こういうのまとめるのうまいです。そうなんですよね、あそこのリャンピンでポンって言える、いや本当 ね、ないところからメンツを作る能力っていうのがね、構想力ですか ね、公式ルールやってる人たちはやっぱ多いですね、そういう能力が高いですね。どう手役を絡めていくかってことですね。1枚あるところから下手したら3枚持ってくるみたいなここからその3枚持ってくるんですかみたいな、あら、なっちゃったみたいな時ありますけどね。
しかしずっとずっと我慢していた一般ユーザースピッツさんもこの親は何とか連チャンしたいところです、うん、ちょっとジュージャンパー聞いたらすぐポンって言われちゃうんですよさっきまでそんなにまとまってなかったのにみたいな、ね、ちょっとまとまりかけてきましたよね。いやもういいシャンテンですからね。かなりいいシャンテンですよね。キューピーでまた噛み合っちゃってローピン切ることはないと思いますけど。あーはい、スピッツさんがもしかしたらカンリャンマンから埋まったり薬杯が重なったりすると。そうですね、薬杯重なったりするとローピンが出るケースもありそうですね。しかも今友達さんにローピン切られ、うん、はい、合わせられるみたいな、まあ、けどここは補充リスクよりも自身の手組みを第一優先ですよね。そうですね。友武さん、さすがに感動層は致死しますかね。友武さんですが、友武さんなんですけどすこの1万7000で200点差以内に全員いるという、うん、しますよね普通人はしますよね、うん、ただここに座ってる ねレジェンドクラスは超えてるので、うん、一つ、なんかドラス層だから別にローソーいらないじゃんって言われそうな。スパソーができました。さあここで3万か初かなりますか。目いっぱいの初か3万か、ここは目いっぱい初を切っていきます。強くいった、はい、いや沢崎さんの手がねまだわからないわけですよ、読み切りが。もしかしたら薬杯か、うん、僕らはこう裏から見てるからね、うんうんうん、クイタンやってるって見えるんですけど、うん、座ってる本人はねトイトイもありますから、はい、怖いんですよね。さあこれでソーズで両面ダーツもできたのですが、あそぎりかな。ここは3万、うん、3万か。3万はチーしなかったですよ。そうですね、こういう小技も使ってくるからね。最終的になった時に強いですからね、はい、サブローワンがね、うん、関老瓶は泣くけどサブローマンはちょっと泣かない。そうそうそう、あとはこのサブローマンをチーした時っていうのは、はい、怖さがなくなるじゃないですか。あ、リャンピンポンパーワンポンっていうこうストーリーがあるので、はい、チーって言った瞬間にあ一気に安くなるんですよね。あ、手役が失われるので、これで周りから一気に攻められる可能性になると。そうですね、じゃあ被せろみたいな。だから泣くんだったら関老瓶でもう受けがいい方っていう、うん、慎重に選びます。ここは嘘。お、パーソンも現物だったんですけどね。そうですね、これはちょっと珍しい、うん、またパーソン切っとくとドラ引いた時にね、あの裾が使えるので、はい、これはパーソン切った方がいいですね。白は近くで切ってた。友竹もなかなか伸びず、3層これでやっと想像で一面つ完成したのは小吉さん、うん、きっとスピッツさんもね数日後にこの対局をアーカイブで見るでしょうから、うん、はい、数日後なんですか。あ、今日ですかね、今日夜かもしれないですね、うん、僕は昨日帰ってずっと見てました。もう見たんですか。僕は負けて悔しかったんで昨日見なかったです。そりゃ正しさは見るでしょうよ、あの勝ち方したら力強いローピンが投げましたね。抜けた、はい、さあここで仕掛けることができました。さあこれで沢崎がテンパイ、町はサブローマンです。これで先ほどのサブローマンにスルーが効きますよ。ちょっと盲点になるんですよね。いやもう相当読める人ほど切りますからね、うん、さっきは仕掛けなかったぞと、うん、2枚仕掛けてないんですよ。あ、ただこれテンパイだ、これは勝負ですね。統一になって、いや 4K 出るわ。スチでもこれスチモもすごいいい街に見えますね。さあしかし数万はもう山にはない。行きます、行きますね、はい、チーして3万だ。これチーして3万でしょ。ほらねえ、3万するが効いた。うわ見事。さあ単葉ドラドラ3900点の上がり、これは沢崎さんの技ですね、うん、かなり盲点になっていたんですね。いやいやもう安全牌だと思ってますもん友竹さん、うん、だっておかしいですもん、あそこでスルーしてて、うんうん、いやこれは見事。これをねこういう大事な場面でね勇気を持って使ってくるんですよね、う
何回やられたことか。この技にやられたと。さあ、マムシの徳川が襲いかかる。さあ、上手。ここでトン2曲、あ、難2曲です。沢崎の野蛮。いや、ほんとチームメイトでよかった。けど、柔軟選手に当たるんですよね。あ、なるほど。そういう、ちょっと、なんでジレンマはありますけど。時にはチームメイト、時にはライバル、そうですね、こういうパターンもあるぞと、目に焼き付けねばですね。いや、あんま焼き付けたくないです。なんでですか。切れなくなっちゃうから、何にも、まあ、そっか、そうですね。印象つけすぎちゃって、怖くなっちゃいますもんね。そうです、そうです。チームワン、これは嬉しい。キューピンガン、小掃除で一メンツ。ああ、しんさん、いいですね。聞いてくるのが赤っていうのがもう勢いがありますよ ね。ああ、けど佐々木さんもまとまってきたよ。あ、そうですね。苦しいところを先ほどから引き入れています。ああ、これ、この間、うわやってきた。これね、やっぱ出上がりしやすくするためですよね。多分換算ピンで即利行くとしたら、うん、うん、ピン図の形を厚く構えるんでなくて、先に数ピンを一枚見せておいて、そのまだつま上がりできる、はい、まあ、状態でないというか、これは出上がりをするための手組みをしてますね。あと純ちゃんですね。え、本当ですか。本当だ。数ピン数ピンと切って、あ、そっちがメインですか。しかし僕はもう手役早は名乗ってないので。これですね、はい、あ、3層本当だ。さあ、嘘を切るのか、リャンピン切るのか、嘘を切るのか。いや、いつもね、9万じゃあ赤、あ、なるほど、純ちゃんをちょっとやめたんで、はい、赤ウーアンのケアドラパーワンですよ。あ、じゃあちょっと難しいですね。本当に難しいとしか言いようがない。うん、そうですね。ローワンちょっと頭をね、見せてしまう。しかも、あ、今赤ウーアン今か。なるべく捨て牌をおとなしくしたいんでしょうね。あー、イーピンリャンピンを最後取りにするから、はい、あそこでローワン並べちゃうと端によっけてるような街になっちゃうと、そうすると同じ筋でも上がりにくくなるっていうか、イーピンこういうおしげさん今テンパってるじゃないですか。そうですね、赤ウーアン切りで6球ワンてか直前で間に合ったんですね。佐々木さん、サムシャー6球ワン、いや、マジうまいわ。これは本当にテンパしない。ただするか、6球ワン、これね、あの、あ、現物なんで。あ、なるほど、そうですね。うん、ただこのローソで目立ちますよ、ここは手の内から、うん、高梁茂さんはピンフ赤、あ、これは仕方がない。さあ、ここは高梁茂さんの上がりとなりました。ピンフ赤ドラ3900点の上がり。いやー、けど2曲いろいろいいものが見れましたね。そうですね。いやー、沢崎、うん、苦しいと思っていました。沢崎さんの技をね、はい、仕掛けたのを、まあ、小梁茂さんの方が早かった、上回ったっていうだけですよね。さあ、難3曲となりました。友竹の親番、ドラはシャアです。まだまだ2番手争いは、うん、熾烈ですね。満願圏内ですからね。さあ、ここは磯から、いや、かなりいい形。いい形。いや昨日の俺だ。昨日の俺。くそ、ハイパイ全然違うでしょ。見てないから分かんないよ。トラが1枚ペイといつ、赤が1枚あります。ただそして佐々木はこちら、佐々木もいいですね、うんうん、僕もだから止まった形、昨日心がけてたのがなんか似てるなって思うんですけど、はい、だから手牌を落とさないように、うん、こうまっすぐ攻めてるっていうのが、うん、昨日の僕と、うんうん、似てるなと思って、うん、はい、そうですね。小梁茂さん、あのしっかり押しますもんね。そうですね、点数あるとはいえ、そうですね、あの親のリーチにね、あのわざわざ今ローソー一発でいってるわけですよ。本当そうでしたね、守りに全然入ってもいいですね。ウソ切りリーチですよ。だからもう本当立派ですよね、うん、はい、きちんとこう勢いを利用して、うんうん、自分も現張りだしっていう賞賛も高いから、
先ほどのシャアの役なしドラさんの時も、すごいおしっぷりでしたもんね。本当にベテランの麻雀を堪能できてますね、はい、いろんな技とその経験則と、はい、うん、おそらくね経験値では我々よりもねもう郡吉さんね、はい、お年は知らないですけど、まあ、間違いなくあるでしょうからね、うん、ドラ切りですか、もうめっちゃ手広いですよ、うん、本当郡吉さんは、はい、まあ、麻雀歴もそうですし、はい、自身でちょっと麻雀のこうブログとかも書かれているのを発見して、あ、でもやっぱりそういうところが本当熱心な愛好家の方なんですね。そうですね、いや、麻雀の方でもね、いっぱい研究されてて強い人いっぱいいますからね、うん、負けてらんないさあ、スピッツさん、はい、スピッツさんも苦しいながらね、なんとか踏みとどまって報酬は避けて、本当に真っ向向かっていく姿かっこいいんですが、なかなか繋がらない。ここはローピン、うん、チーピンパピン1枚ずつか。さあ、これでリャンカンの形に変化。打点の種であるドラはね、やっぱ温存したいですね。あー、もうここでチーソー優勝これは強いですねさあ、ここでテンパイを入れたのは郡吉さん。町はウッパッソー、リャンソーですね、リャンウッパッソーの町です、はい、いやー、これ誰から出るかによって最後の曲が変わりますね。ドラタン来ても積もってる、うん数えたくないぐらいあります、ね、ありますね。なんか私も全然このリャンウッパソーありますね、うん、とパーソーとウソーでもリャンソーが丸々丸々1枚2枚か。おー、友達さん追いついた。友達さん追いつくとまたちょっと郡吉さん頑張らなきゃいけないタイム、あ、行きましたね。3番ここはもうしっぷりが本当にかっこいい。ノータイム。さあ、現在ローソーとパーソーのシャンポン待ち、友竹がリーチを入れています。1個前の数番手出しのまたぎですよ、うん、まあ、マンズであるならサブロワンかリアムワンですよ。それを一発でね、何を持ってきたか。ションパイの後ろも、まあ、怖がりつつも切ってきますもんね。この上を落とせればね、うん、もう勝ちですからね、うん、ここが最後の勝負どころ、うん、山場と、はい、最終局はウイニングラン、あれ赤赤の人からねちょっと育ってきましたか。こっそりこっそりイーシャンテン、こっそり、あまりこっそりするタイプの人ではないんですけど、こっそり来てますね。あ、でもこれ友竹さんのリーチによってリャンゾーが止まりましたね、はい、あ、打ちにくい。このリャンピンはローソーが1枚、パーソーが1枚残り山にあります。郡吉さんはリャンウッパッソー、そしてローソーとパーソーのシャンポンが友竹、みんなソーズだ。3ピン、あー、佐々木さんこれピンズ払わないとどう打ってもダメですからね。そうですね、スーソー打っちゃうともうダメですから、気合で3ピンリャンピン行くしかないんですよね。さあ、この選択、しかしここでスーソーの選択、こうなると、さあ、発射台時間の問題か、手がかかるのか。換算マン、あー、行きたい、ここも勝負行きたい。スーパーのノーチャンスとかになってないのかな。なってないんだな、ワンチャンス。あ、けどリアンマン行った、ワンチャンス勝負、勝負かけてる。さすがイーシャンテン、いやー、スピッツさんも戦ってますよ。もうここで行かねばというところ。うん、リャンピン、そろそろやめてもいいんですよいや、本当にすごい、何枚結び切るんです。 あ、これは仕方ない。ここでローソー、ここはね、さあ、このリャンソー、これの勝負牌が、これは郡吉しげさんの当たり牌となります。タンヤを1300点の上がり、いや、幸いは1300ですよね、はい、まだ条件残りますから。さあ、まだ2着は見えます、スピッツさん。すごい押しっぷりですね本当ですね、しかも全く当たらないっていうのが本当にすごい、はい、
いい時は当たらないんです。当たらないんですよ。さあ長く続いてきましたこの予選 B 択ですね。やっとオーラスになりました。さあオーラス氷尾重さんのヤマンドラは9番です。今回のルールは上がりやめがありとなっています。ということはもうこの曲で絶対終わるということですね。はい、見どころとしては、はい、最終曲の3人の2番手争い3番手争いですね、はい。現状は澤崎さんの2万1000点がターゲットで、スピッツさんと澤崎さんの点差が、なんと9900点。9900点、はい、これは万願積もでちょうど届きますね、はい。で友竹さんと澤崎さんの点差が、8500点ですか、うん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 。ということでお二人とも万願積もが条件と、まあ、このルール赤入ってますしね、一発も裏ドラもあるのでテンパりさえすればね、うん、そんなに漫画は難しくないですよね。そうですね、うん、澤崎さんはもうもちろん逃げる気満々、はい。友竹さんはタンヤオと赤もしくはピンフ第一打振り点、あ本当ですね、ベンちゃんから払ってったんですね。友竹さんはね、うん、あの振り点は全然 OK な人なんです。ああそうか、代名詞でしたね、はい。いやー佐々木さんここでじゅんちゃんいいじゃんて難しい、うん、じゅんちゃんにするんですかね。まあチーしてシャー短期シャーとりあえず2枚入れですか、うん。そうなるとペンさんスピッツさんドロドロだ、これで種揃ったよ。はい、そうスピッツさんここが勝負どころ、あとはまとめきりテンそうでしょ。え、しかもこれいいもんめちゃめちゃ、はい、よく見えますね。本当だ、うん。さあ純ちゃん、イーマン短期のテンパイを入れているのは佐々木です。これ全員切るじゃん。あ違う、友達あもうかわいそう。さあここで澤崎純ちゃん5200、はい、5200点の上がり、子供でしたね、失礼しました。なんとこれは笑うしかないですよね。4巡の決着、うん、はん、いやーこんなに早々についてしまうなんて、スピッツさんもちょっと9万ドラが重なってやるぞっていう気持ちになった時でしたね。本当にそうですよね。さあこの表情です。さあトップから堀尾重さん、そして2着沢崎さん、あちょっと出ましたね。さあ2着が沢崎、そして3着が友竹、4着がスピッツさんという並びになりました。さあそれでは今、インタビューの準備をしております。もう大丈夫でしょうか。さあお疲れ様でした、スピッツさん。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さあ、お疲れ様です。対局終えまして、ちょっと苦しい場面多かったかなと思ったんですが、対局いかがだったでしょうか。そうですね、あのハイパイですごいいいハイパイも来たんですけれども、はい、うまく生かしきれずに、最初のあのベンチピンのリーチが決まってれば漫画かアレマンいけたんですけど、小龍しげさんが結構押し切り感じだったので、うん、はい、うん、最後までちょっとしげさんに押し切られたかなっていう感じはありますね。うん、はい、かなり押しの強い感じを印象小龍しげさんが受けましたが、まあ、結構苦しい手配も多かったんですけど、よく粘ってでそうですね、最後ね2番手から満願圏内で、うん、ずっと勝負の位置にいたの でねラス前も勝負に行って、そうです、ね、いや勝負に行く時はきちんと勝負行くっていうのを見せてもらってよかったと思いますよ、はい。吉田さんからは何かありますか。いやそうですね、あのしっかりとあの戦えてたと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい。さあロンロン、これからもたくさん対局していただきたいと思いますので、はい、はい、これからも、頑張っていただきたいと思います。最後に一言、応援してくださった皆さんにお願いします。はい、なんか全然いいとこなく終わってしまったんですけれども、あの毎日ロンロンに参加してますので、うんうん、あの今日もこの後またオータムの方に参加してまた来れるように頑張っていきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、それでは3着となりました、友竹正春プロです。友竹さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さあ対局終えましたが、はい、いかがだったでしょうか。
いやーまあね、苦しいことは苦しかった。下茶の小梁重さんが調子がいいんで、うん、親場の時僕行きたいんだけど、うん、泣かれ先に泣かれてるんで変な牌は下ろせないかなっていうのもあったんで、ちょっと、うん、まあ手も重かったっていうのもあるんですけど、ない一局もあのね、さすがに観浪荘残しの2000点では泣きたくないんで、あれあそこの局面3人競ってる局面で100点200点の差なんですけど、うん、はい、あそこで抜けたいと思ったんでね、あの佐々木さんの2枚目のリャンワンとかチー点取れなかったんですよね。うん、まあ佐々木さんがタンヤオなのかねえトイトイなのかまだはっきりは知ってなかったんですけど、あの時点で。そうですね、もうリャンワン、うん、サブローワンをねスルーしてまさにそれですよね、うんうん、あのタンヤオなのかトイトイなのかをはっきりさせずに、はい、まあ、カンロービンの方から処理してあとはもうスルーしたサブローワンでって、本当にあの曲は沢崎さんが完璧すぎたので、はい、あれさすがにね、親がリチコなければ数ワン打つんですけど、そうですよね、3万通ってますからね、通ってます、普通なら泣いてる範囲 2スルーしてるので、はい、もうあれは沢崎さんが上回りましたね、うん、まあ最後もね満貫つも条件になっちゃったんで、はい、ちょっと厳しい状況ではあったかなと思います。お疲れ様でした。ファン投票の方に、そうなんです、ね、ファン投票の方に行っていただきたい。行きたくないよそんな一言アピールだけじゃお願いしますまあ、あの頑張りたいと思いますんでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、それでは2着となりました、沢崎誠プロです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、どうもお疲れ様でした。たくさん打ってでもすごい、もうみんなでお見事お見事と連発しておりましたが、最後は早かったですね。そうですね、最後はね、うん、やっぱあのね、カンロピン投げてやられたのがね、やっぱりちょっと大きかったですよね、状況的にはね。いや、その次の曲も上がりにはならなかったですけど、はい、あのイースーソーの手順が本当いろいろなことをね、こう踏まえながらやってて、うん、見事な天敗でしたね。まあ手ないですからね、あれね。あれ手ないですか、うん、なるほど、あれは手なりなんですね、はい、でもほら小梁重さんがね、はい、あのスッと出てきたから、うん、ああもうやられるなと思いましたね。うん、まあそれぐらいこの半ちゃんは小梁重さんの推しと、そうですね、もう点数的にはゆとりがいっぱいあるから、はい、追っかける位置までありますよね普通ねそうするとあの僕の報酬で多分決着ついたんでしょうね。うん、そう思いました。はい、なるほど。さあ準決勝進出ということで、最後に意気込みの方お願いします。はい、まあ、今度準決勝ですけど、はい、まあ、決勝のつもりで、はい、一応1位を狙って、はい、まあでもあの2連勝する予定ですので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、というわけで見事1位となりました、小梁重さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。圧倒的勝利でしたけれども、さあ対局はいかがでしたか。突発で沢崎プロに羽間を振って、はい、まあいつもだとずるずるいくパターンなんですけども、その後すぐに2000点上がれたのがあれが大きかったかなと思います。本当ですよ、ね、あれが多分動けずにそのままいったらば、うん、ずるずると多分そのまま浮上できずにいたと思うんですけど、はい、あの2000点でちょっときっかけをつかんで、そこからあとはスピッツさんのリーチに押して、一発で羽間積もれたのがあれが一番大きかったと思います。そうですね、まさにその2曲がね聞いてもらいましたかね、はい、吉田さんも言ってましたけど、本当あのチーピン声なかなか出ないので、関数ピン上がれたところからもう一気に復活ののろしと、何点上がったんですか5万8000点ぐらい上がりましたから ね、1万2050からですから ね、まあ、途中はあの沢崎プロと友竹プロのリーチがあったんですけど、はい、あの全く自分は降りる気なかったので、あそこで変に手を曲げて降りると、まあ、せっかく来てる流れが失うことになりますので、多分当たらないなと思って来てますんで、多分当たると思った時には自分直感で感じる時があるので、多分それを掴んだ時は無理だと思いますけど、通ると思って全部来てます。これは無謀に切ってるわけじゃなくて、ね、感覚で切ってますんで、見事な押しっぷりと、そして勝利でした。それでは最後に決勝戦の意気込みをお願いします。
にかく頑張ります、はい、ありがとうございました。楽しみにします。はい、はい、というわけで予選 B 択が終了となりました。それでは続いて予選 C 択です。